木です。国人です。さあ皆さん、あの熱狂から3年ぶり、エモジャパン2023プレゼントバイロートがついに開幕となります。イエーイ。来たね今年も。待ちましたよ。待ったよ。このエモジャパン2023プレゼンテッドバイロートというような形で、はい、トップパートナーとしてロート製薬様に支援いただいております。素晴らしい、はい、すごい。ロート製薬様と共に目を酷使する e スポーツプレイヤーやファンの皆様へ健やかに保つアイケアの価値を皆様にお伝えしていきたいと思っております。うん。ちなみに格闘ゲームに非常に大切な反応速度を高めるためのアイケア術を、ロート製薬さんの研究者と時戸さんが対談しているますのでね、エボジャパン2023プレゼンテッドバイロートで最高のプレイをするためにぜひチェックしてみてください。はい。YouTube で時戸ロート製薬と検索すると見つかりますので必見です。あ、これは見た方がいいですね。みんな反応上がっちゃう。反応上がらずすごいな。あとこれ刺すとあれ3個さん3個見えるから。それは見えないと思う。3個さんじゃない。なんでよ。おそら3個さん 6.5 なる視力。ということで、今回はゲーム攻略チャンネルスマッシュログ TV さんにご協力いただきまして、本イベントの概要を、そしてメインタイトルである7つのタイトルの魅力を皆さんにですね紹介していきたいと思います。お二人ともよろしくお願いします。よろしくお願いします。まずはエボジャパンについてご紹介させていただきます。はい、エボジャパン2023プレゼンテッドバイロートは3月31日から4月2日までの3日間東京ビッグサイトで開催される格闘ゲームの祭典となっております。うん。誰もが無料で参加できるオープントーナメントで、今年は約5200名の方々がエントリーしています。おーすごい。まあ、皆さんもですね、まあ、エボ現地でこう観戦されたこともあると思うんですけど、はい、どうですか雰囲気。あのめちゃくちゃいいですよ。正直に言っていいですか。はい、僕ね、エボジャパンは会場行ったことないんですよ。はい、エボは何回も行きましたけど、うん、で今回エボジャパンは会場で見れるということでむちゃくちゃ楽しみにしてきた勢なんですよ僕。うん、私もエボはずっともう十何年行ってたんですけど、はい、エボジャパンは家で見てた人なんで、そうなんです。はい、今年はエボジャパンの方に ね我々は初めて行くということで、だからハメコさんのその魅力を聞きながら我々も白井さんと一緒に行ったら楽しむっていう番組になってるんですよね。あれでしょ、エボジャパンの元院長でしょ。院長でしょ。だから院長にね、そうだよ、ね、そう、はい、じゃ あの頑張ってあの皆さんがその2人がね、うん、僕ちは行ってみようかなって思ってもらえるようにそうあの喋っていきたい。全部ハメさんかかってる。全部ハメさんかかったよ。なんでこの二人呼んだの。教えてくれよ。エボ本国お二人ともかなり行ってると思うんだ。多分それは僕一番行ってますから。三人のオフライン の格闘ゲームイベントの雰囲気どうです。やっぱ相手が前にいるっていうのは全然違いますよね。お感覚とかも伝わってきますね。相手の緊張感とかもやっぱ伝わってくるっていうのがオフの良さかなと思いますね。歓声がいいですね。歓声、あーいいね。日本でも歓声する人もいるんだけど、アメリカとかともう本当にうわー言うんですよ。うんうん、それがやっぱりこう USA コールとかなんかそういうのが出るってことなんか来たな、なんか大会にみたいな感覚がありますよね。まあエボジャパンでもきっとそれが日本で多分あるでしょう、ね、味わえます、ね、あれいけるんですかねこのコロナ中にこの声。これいけんすか今年。いけるんだ。いけるんだ。ついに。これは楽しみ。やっぱね、あれが欲しいんだよな。なんかあの風船でバチバチじゃダメだよね。e スポーツバージョンじゃないと。これこっちで行きたいよな。そうですよ。そんなエボジャパンですが、今回のタイトルがこちらになります。やっぱり格闘ゲームならではなんですよ。はい、いろんなタイトルを同時に大会やるっていうのは、うん、あ、そうか、そうなのか。他のジャンルだとなかなかこういうことはないんで、はいはいはい、その7タイトル今回も非常に楽しみな、うん、タイトルが常にラインナップされておりますが、はい、1つずつじゃあご紹介していきたいと思います。お願いします。まずはグランブルファンタジー VS です。イエーイ。あらー、グランブルファンタジー VS とは、スマートフォン向け RPG グランブルファンタジー通称グラブルのスピンオフ作品となっています。はい、シンプルな操作性と高い競技性で、格闘ゲーム初心者から熟練ゲーマーまで楽しめる対戦格闘ゲームとなっております。はい、グラブルこれプレイされたことあります。あります。あります。お、僕グランというキャラ使ってました、ね、おー初期のグランね、はい、カタリナ使ってました。おー、どっちもかなり初期強い、ね、初期に強いキャラクターです。そうそうそう、なんかこのゲームがいいと思ったのがその初心者の人でも、うん、そのゲージを多く使っちゃうコマンド簡単に出せたとか、はい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 、それがすごい新鮮でしたよ ね、うんうん、でこれ画面 その体力の下にアイコンがあって、はい、これがそのさっき、ね、言っていただいた必殺技がどのタイミングで使えるかっていうのが、うん、このアイコンで表示されてるじゃないですか。はい、もう今の攻略だと、はい、技を使ったアイコンが暗くなるじゃないですか、はい、それ見て玉抜けするみたいな、やったぞってのが見たアイコン確認っていう、まあ、そのストリートファイターとかではないですよね。ないね。しかもワンボタンで玉抜けが出るから。確かに確かに、それ両方使って、まあ、そういうそんな進化したんだ。なんでかなり対戦の内容渋いっす。周辺視野で、ね、見てるってことですか。そうなんですよ、消えたらやるって。そういう感じで、でも違う必殺技出たらどうするの。
そこをだからその場所で覚えて。ああなるほど、すごいね、すごい進化してるな。そう、駆け引きっていうのこの4つあって、左側のやつが消えたらってやるんだよ。すげえな、今そうなってんだ、うん。個人的に注目している選手がいて、はい、それがガメラ選手と、はい、そしてトロロ選手、はい、よく聞く名前ですね、ガメラさん、はいはい、どういう感じのプレイヤーの方ですか。ガメラ選手はもうそれこそめちゃくちゃ冷たいプレイヤーですね、はい、言ったようなそのアイコン確認とか、はい、まあ、ストリートファイターでもよくあるヒット確認の精度めちゃくちゃ高くて、あ、高い、丁寧に相手を処理する、はい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 、あともう一つ特徴としてマジで女性キャラクターしか使わない、わかる、気持ちわかるな、はい、あ、そうか、そうか、中に使えそうだ、気持ちわかるわ。ですごい強いんだ。強いですね、やっぱり公式大会基本的に上位に。じゃあもう今年の優勝候補、昨年のそのまあ本国のアメリカのエポで優勝したのがそのガメラ選手。なるほどなるほど。ただそこに対してそのトロロ選手っていう、そのパーシバルっていうなんかイケメンの男キャラ使うんですけど、その人もかなり今強くて、はい、最近の公式大会でちゃんとガメラを破っていう、おー、そのガメラさんを、じゃあこの2人の決勝があるかもしれないと。そうですね、熱いねそれ。続いてはギルティギアストライブです。イエーイ、ギルティギルティギアストライブとはアニメの技法で描かれた 2D に見える 3D グラフィックで、個性豊かなキャラクターが表現され、はい、最後までこだわり抜かれた大胆なカメラ演出、そして対戦を盛り上げるロックサウンド、はい、アクション一つ一つから高い爽快感を得られる対戦格闘ゲームとなってます。ギルティシリーズとしてはどうですか。まず僕ミディアちょっとやってました。おお、やっぱジョキャラなんだね、はい、ジョキャラそこはもうガメラさんに似てるかもしれないですね。なるほ ど、はい、なるほど。僕はあのボクさんのキャラ、名前なんだっけ、ボクさんやってたね。多分スレイヤー、スレイヤーあ、なるほど。いや、まあ、前のシリーズはちょっと一応触ったことがあるっていう、はい、はい、以上やりました、ね。ところがこのストライブはかなりそのゲームがガラッと変わりまして、はい、そうなんだ。ギルティらしいそういう早い展開みたいな部分はあるんですけど、はい、格ゲーの画面端ってやばいじゃないですか、はい、やばいです、終わります、まだ入るじゃないですか、まだ入ります。ところがですね、このゲームなんと画面端に追い詰めてコンボを決めると、はい、画面端が壊れて仕切り直しになるんですよ。嘘、そうなんですよ。すごいそれ、これマジでそれ初めて知った。うん、で我々昔のギルティをやってたり見せた人からすると新しい目でまた今の時代のギルティが見れるってことだ ね、うん、今のプレゼン聞いただけでもう見たいもんね。ね、パン、ね、うん、すごいわ、危ねえ、すごいやっぱハメコすげえわ。エモちゃんもちょっと痛くなった。痛くなった今も。いや、ぜひ俺はハメコチョイス見てみるから。なんか注目選手とかいないんですか。あ、今回北海道のゴボウっていう選手、はいはい、まあ、グラブラバーサスでも大活躍したんですけど、いわゆる座頭使いとしては多分最強を、そうなんですよ。もちろん海外、はい、で言ったらアメリカのエボで優勝したアメリカのプレイヤー海翔っていう、はいはいはい、選手ですとか、まあ、他にもその韓国もすごい強かったりとか、非常にいろんな国が強いので、多分そのぶつかり合いがまた今回日本で見られそうなんで、うわ、めっちゃ楽しみ。またちょっと行きたくなっちゃった。また行きたくなっちゃった。エボジャパンすごいやん、うん、やるやん。続きまして、ザ・キング・オブ・ファイターズ15です。イエーイ、来た。ザ・キング・オブ・ファイターズ15は、格闘ゲームの中で最も多くのナンバリングを誇っているシリーズで、うん、1対1が主流だった格闘ゲームに3対3のチーム対戦方式を持ち込み、うんうん、出場順や、相性など高い戦略性を持つ格闘ゲームとなってます。はい、どうすっき、 KOF、 KOF めっちゃやってました、発売してから。このゲームだけ昔の面白いその攻め、もうずっと攻め続けてくださいみたいなのを残してくれてる。なるほど。なんかマイルドにしないっていうのがめっちゃ楽しいっす、うん、スピード違反許される系、許されるケースもずっと攻め続けて、もう気持ちいいはね、大内さんすごい好きそうな、大好きでしたね。もうとにかくコンボも気持ちいいし、いい、ね、攻めも気持ちいいしっていう、うん、で待っててもおもろいしっていう、あ、いいゲームですね、うん、めちゃくちゃ楽しいゲームです、ね、素晴らしい。でさらにこの3対3の面白さとしてはやっぱりゲージの部分がすごい面白くできていて、はい、先方って3ゲージまでしかたまんないんですよ、うん、なんだけど中堅になると4ゲージ、そして大将になると5ゲージ、あ、溜まるようになるんですね。そう、溜まるゲージが増えてくるんですけど、はいはいはい、5ゲージコンボ、大体10割です。お亡くなりになります。あ、大体10割だった。なんで戦略的には先方でうまくこう有利を作りながらゲージを貯めて、まあ、中堅対象に繋いでいくみたいな。でその辺のそのゲージ管理がやっぱ上手い人はすごいいろんな風にこうプレイされる。じゃあ大将まで行っちゃうともう絶対大体死んじゃうんですね。いや、めちゃくちゃ面白い。大将さん面白い。もうしゃがみ大パンだけ当たったら確認して発動して終わりだから。あ、終わり。めっちゃおもろい。めっちゃおもろい。大将って見どころ満載。あ、そう、もう大パンの当たりだけ。もうこうやって確認して。はい、当たった発動っつって。
もうそれがめっちゃおもろいから。そうなんだ。ある種こう先方と対象でもうゲームが変わる。ゲーム違うよね。ゲームになるっていうところは魅力的なところなんじゃないかなというふうに、はい、思います。なるほど、うん、続いてはメルティブラッドタイプルミラです。イエーイ、メルラ、メルラ。メルティブラッドタイプルミナは、はい、タイプムーンが手掛ける長編電気ビジュアルノベル、はい、月姫の世界観で描かれ、あの日たちはあの戦いを 2D キャラクターによるバトルアニメーションを交えながら楽しめる 2D 対戦格闘ゲームとなってます。はい、はい、どうすかメルブラ。もうこれはめちゃくちゃ詳しいですよ。いやなんか今年やってたらしいじゃないですか、ね、エボの少々中から風呂敷やってバースデーケーキケーキ出してルビバッティでオフ攻めするって適当だよね。そういうゲームですよ。誇りでフォローして誇りでフォローして気持ちでね、出ない、付けが出ないパターンもそれをちゃんとあれなんかだいぶなんか人気になったから公式に呼ばれなかったの？呼ばれ、もちろん呼ばれました。なんかやっぱりシリーズとして51がずっと最強だったみたいな印象があるんですけど、うんうんうん、やっぱやってる時は本当に、まあ、常に強いというか、むしろ51選手っていうその日本を代表する格闘ゲーマーの、まあ、ルーツがやっぱりメルブラですよね。メルブラから始まってるっていうところでは、はいはいはい、多分本人もある程度思いやるのかなっていう、うん、結構その現代の格ゲーの中でも、うん、そのいわゆる昔のドット絵っぽい、はい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 、そのビジュアルスタイルは、まあ、一つ注目というか、はい、その古き良き格闘ゲーム感がまずあるのかなというところと、まあ、いわゆるチェーンコンボがすごい特徴的で、はいはいはい、普通のチェーンコンボって弱中中大じゃないですか。そうそう、小中中大、小中中大じゃないですか。人形まで、人形まで、はい、いきます。メルブラは、はい、大弱いけるんですよ。戻れんの？いくんですよ。はい。これ今そういう感じの動きがあって、大足を小足でフォローするみたいな。うわマジ？はい。じゃあ好きなくなるってこと？なります、なくなります。めっちゃ強い。じゃあ俺めっちゃ持久じゃん。シュチュチュ大大弱弱弱って。いけちゃうってことでしょ？ついに進化できるんだよ。俺ら新しいルート。新しいルートに。ルートが大弱弱弱弱フォローしてみたいな。まあそこはちょっと他の格闘ゲームだけ違う。すごいなぁ、知らなかった。チェーンとガトリングコミュニション的な、こういう動きが他の格闘ゲームとちょっと異なっている、自由が非常に高いというふうに、はい、なっています。いや、うまい人の戦い見たいね。見たいね。もう戻るんだよ、大からちょっと。ジンさんも戻ってたんじゃん。戻ったと思いますよ。あれ戻ってたんだ。なんかで。じゃあお前それ言わなきゃダメだって。分かるわけない。風呂敷大弱弱弱。じゃあ右下なの。風呂敷からケーキあげて、しかもそのケーキにちゃんと名前が梅って書いてある。梅って書いてある。梅からの誕生日梅です。梅ハピバなんだね。そう、梅。なるほどね。続きましては、ストリートファイター5チャンピオンエディションです。ストリートファイターシリーズは対戦格闘ゲームというジャンルを確立し、今年で35周年を迎える作品となっております、はい、うん、その最新ナンバリング、最新バージョンがストリートファイター5チャンピオンエディションとなってます、うん、はい、やっと来ましたね、我々のね、やっと喋れるね。嘘でしょ、何のために呼ばれてんだよ。盛り上げる、まあ、盛り上げ要因ですからね。やっぱ羽子さんがすごいから。そうです。そうなのよ。我々はね、一般視聴者と同じ目線です。そうそうそう。あ、それ嬉しいですよね。そうですよ。かなりいろんな人たちがエントリーしてくれてるみたいで、特にまあ、ね、その先日、はい、公式世界大会カッコンカップがあって、うん、で、まあ、そこでやっぱりその国際的な若手がすごい躍進というか、ね、まあもちろんね、日本の選手も説明いらずの、ね、もちろんですね、本当にスター揃いでそのぶつかり合いが見れるのかなと。あ、いいじゃん、楽しみ。しかもまあさらに言ってしまうと、やっぱりそのストリートファイター6がもう発売、ね、そうですよね、近づいてきまして、本当最後のでかい大会の可能性もありますよね、うんうん、あ、そうだね、うん、そういう意味では最後じゃあ優勝の美飾るの誰なのっていう、確かに、まあ、見方もできそうですし、最後勝った人って印象残りますからね、うんうん、そこに向けてね、若手が逆にそこで頑張ってほしいよね。あ、そうだ ねシュートとか川野とか今出てきてるけど、もっと違う若手もなんか、ね、あ、まあでも日本もね、やっぱり若手もいぶし銀の面々とか、あ、かなり高いモチベーションでプレーされてて非常に強いので、うん、どうなるか分かんないですよね。あ、じゃあいいな、楽しみだな。いや、誰優勝するんだろうね。ね、続きましては鉄拳セブンです。イエーイ、鉄拳、はい、鉄拳セブンは画面奥や手前の立体的な移動が可能な 3D 格闘ゲームとなっております、うん、はい、獅子手足にね連動した4つのボタンの操作を軸にして、空中コンボを中心とした派手な戦いを展開することができる爽快なアクションが特徴です、うん、はい、はい、いかがですか鉄拳シリーズ。もうあの6人はかなりやってますよね。僕やってます。このゲームって爽快感がすごいですよ。
はい、あの当たった時にドコーンって、はいはいはい、あと音とか、うんうん、あの色なんか出るぞシャーンすっげー分かりづれるいたんだよこれあとやっぱり韓国の方たちがすっごい強いっていう印象がある、ね、やっぱり日韓戦っていうのは、まあ、鉄拳の一つその面白い要素だったんですよ、うんはいはい、今は日本、韓国、パキスタンね、パキスタンもね、ハッシュそうだ、ね、パキスタンの格闘ゲームは強いって、うん、本当に驚きましたね。知らなかったもんね、だって、うん、確かにさらに言うと、ここ最近はそのヨーロッパもアメリカも、まあ、さらにめちゃくちゃ強くなっているので、うんはいはいはい、あのもう国際大会自体が、まあ、かなり楽しめる、うん、作品なんじゃないかなというふうに個人的にも思います、ね、だってあれでしょ、うん、なんかその韓国の強いそのクダンスって人が、うん、なんかその鉄拳のワールドツアーのポイント取りにチリ行ったのって、はいはい、でも正直、まあ、チリだからどうせ行けんだろうっつって、はいはい、でチリ行ったのでしたらそのチリの人と10戦やったら 10-0 で負けたのえぇ、ー、あのクダンスが 10-0? もうだからもう分からんなもう世界でそれだけ強いとこが出てきたからすげえ楽しい俺らの時代なんてもう日本に勝てるやつおらんやろっていう時代が終わってんだねもうそう、うん、そして最後バーチャファイター e スポーツでーイエーイはい、バーチャファイター e スポーツはパンチ、キック、ガードのみと操作が非常にシンプルで、はい技同士の相性や間合いが重要な戦略的駆け引きが特徴的な 3D 対戦格闘ゲームになってます、はいはいまあ、バーチャはね、もう平成めっちゃやってましたよ、私バーチャのじゃあ面白さって何ですか。やっぱり常に2択の駆け引きが早いんですよ、うん、これもスピード違反なんですけど、もう2択2択2択ってやっとしのいだと思ったところにまた2択で返してって、うん、それをどんだけ早い展開のスピードでやり合うかっていうゲームがバーチャの面白さなんで、うん、鉄拳はどっちかっていうと間合い戦のイメージ、ねうんね、バーチャは近距離で常に2択を掛け合うっていう、多分そこがバーチャといい塩梅差があって2つのタイプに分かれてるのかなっていうイメージがあるんだけど、確かにそう、俺もね一番あの今までやってきたゲームの中でゲーム性で一番好きなのこれです。あしかもねこれまた面白いところバーチャファイターって、うん、バーチャしかやんねえのよこの人たちみんなねバチャッコねそうそうバチャッコ懐かしいの懐かしいことだったらマジでバーチャしかやんないからもうやり込みのその精度がすごすぎてレベルがね高いそうそこ絶対見どころだし、あと最近バーチャ常にプロゲーマーで出てきたじゃないですか。え、うん、そうプロゲーマーで出てきたんですよ。公式大会で、ね、あのライセンスがね発行されていくという状態なんですよね。だから今年その昔はそういうのはなかったので、うん、そのバーチャファイターのまたさらなる上のレベルっていうものをね、うん、今年のエボジャパンで見れるのかなっていう楽しみは、うん、その連動がすごい頑張ってきた人たちより今ポッと出てきたそのトンカツさんでしょ強いらしいんですよ。トンカツジャッキーめちゃくちゃ強いらしい。トンちゃん方の時いなかったからそれ。トンちゃん知ってんの。知らない知らない。じゃあなんでちゃん付けなんだ今その流れじゃん解明してその流れじゃん確かなえそれなんでなんでトンちゃんそれは分かんないんですけど今の強い選手っていう、はい、はいはいはいやっぱり、まあ、そのトンちゃんジャッキーとあとシワパイですかね、はい、結構ね今そのバチャッコはバーチャしかやんねって話をしてくれると思うんですけど、はい、シワパイは、まあ、シワ選手は他のソウルキャリバーとかもめちゃくちゃ強くて、はい、人でシワさん非常に反応がいいタイプの、はいはい、いわゆるモラリストですよね、はいはいはい、やっぱねバーチャファイターはぶっちゃけめっちゃ反応ゲーなんで、うん、あそうなんだ実は、はい、ということで7タイトル全てをご紹介してきましたがいかがだったでしょうか、うん、はい、はい、いやーすごい楽しみもう早く見たいです、うん、言い方な本当に見たいと思ってるんだろうけど嘘っぽく聞こえちゃうからでも今のやっぱハメさんのね、うん、あの話聞くだけでも面白そうだしよかったですね。やっぱり全然今日のこの番組見てくださった人が一、うん、人でも多くの方がね、うん、会場に足を運ばれたりとか、うん、家でもね配信されるので見ていただけたら嬉しいですね。あれだって無料ですもんね。無料ですね。無料ですね。初日2日目は、誰でもご観覧です。あ、ですね。あ、そうなんですね。はい、ぜひ行きましょう。行きましょう。皆さんお待ちしております。お願いします。はい。はい次回はですね、エボの歴史に残る名場面、こちらを、ご紹介していきたいと思いますので、そちらもぜひご覧いただければというふうに、はい、はい、思います。はい。それではまた次回お会いしましょう。さよなら。さよなら。